ラブ女子研修会の山本美亜美です。新井美穂です。田村司です。今日はちょっとプロに教えてもらいながらだったんですけど、本当にいい練習になったのでクラブ太鼓も頑張りたいです。その雨で結構ヘアウェイとかがいい状態ではなかったんですけど、しっかり練習できたと思います。プロと高木優奈プロに教えていただいて、ドライバーの飛距離がちょっとアップしたのと、最近ではちょっとパターがすごい不調で3パットいっぱい打ってたんですけど、今日1回も3パットなかったので、自分の中ではいいゴルフができたんじゃないかなと思います。私は15番ホールがすごく好きです。ファイヤーカントリークラブの名物ホールのパー5なんですけど、ちょっと S 字になっているトリッキーなホールで、そこで難しいからこそパーを取れると、喜びがなんか他のホールよりも大きいといいますか、景観もすごく綺麗なので15番ホールおすすめです。何番ホールが好き？10番ホールです。10番ホール、はい。なんで、すごい気持ちよくドライバーが振れるからです。私は2番ホールのティーショットから見を後ろに向いた時の景色がすごい好きです。確かにめちゃくちゃいい景色ですね、はいはい。クラブ太鼓は私は、昨年出させていただいたんですけど、ちょっと悔しい結果に終わってしまったので、いいスコアで回らなきゃっていう気持ちで挑んでしまって悔しい結果で終わってしまったので、今年は自分のゴルフがしっかりできて結果的にスコアにつながればいいなっていうふうに思っています。目標はハンディキャップが9なので、81よりいいスコアで回れるように頑張ります。私は、6人目の選手に選んでもらえたので、皆さんのちょっとでも力になれるように一生懸命練習頑張りたいと思います。昨年に引き続き2回目を出させていただくことになったので、皆さんに迷惑かけないように一生懸命頑張りたいと思います。